SNS 型投資詐欺やロマンス詐欺の被害を防ごうと県警は昨夜、注意を呼びかける講話を浜松市で開きましたこの講話は県警生活安全部が詐欺被害防止のために開き浜松経済クラブからおよそ30人が出席しました SNS などを通じて金銭を要求する SNS 型投資詐欺やロマンス詐欺は 1>, 1件あたりの被害額が大きいことが特徴です警察によりますと県内では今年に入ってから先月末までに12件合わせておよそ3億8500万円の被害が出ています講和では SNS で知り合った相手から投資の話が出たら詐欺を疑うよう注意が呼びかけられました